はい、どうも、ケイキングです。今日はですね、北斗の拳、北斗リバイブ、やっていきましょうということで、今日やるのはね、まあサムネ出してると思うんですが、リン、星7チャレンジ、やっていきたいなと思います。今、リンがね、まあここまで来てるんですよ。まあ結構欠片当たったりとかで、もう7が見えてるんですよね。で、リンどこまでスタメンで使うかわかんないんですが、これから剣士追加になって。まあ、ただここまで来たんなら、ちょっとチャレンジやってみるか、みたいな感じです。で、一応ね、アイン。アインはもう組手からも外しちゃってるので、連機動作組手から外してるので、もうここが当たると本当外れ。外れです。アインはちょっといりません、今回。まあ、次の当たりはバットかな。まあ、育ててないですけどね。はい、バットはこんな感じ。まあ、火の枠でちょっとバット使ってみるのも楽しいんですけどね。まあ、面白いかなと思うんですけどね。だこっからちょっと育成は厳しい。なんで、まあ、リンっすね。とりあえずリン、当てたい。で、リン当たったら、この動画このまま、方針7にします。よし、じゃあ行きましょう。このガチャです。このガチャの話です。まあ、第1弾なんで、次第2弾は、まあ、誰来るんでしょうね、次ね。まあ、とりあえずここは当てようよ。石4000かかります。で、まあ、だいたい1万。1万チャレンジや。1万でリンを狙う。それ以外が外れ。これもこれもこれもなんか当たりだったらまあ4000ならまあ、まあありですけどね。まあただ初期から始めてる方だとね、まあ将棋の方からね、そのサーバーの若いところ、まあ50とかでもそうなんですが、その辺にいるとね、まあ、この辺が当たってもっていうのはありますよね。まあ、まず、ケンシロウとアインが、相性良くないですし、ね、組めないので。まあいい。いろいろ言わず引こう。ケンシが 100% 確定です。で、この3キャラが確定と。どれもチャンス。33.333よ。はい、いう感じになってます。こっちは、まあ、どれでもいいっすね、ここは。まあ、希少型だったら嬉しいかなぐらいで。よし、行きますか。1番。1番は一瞬。頼むぞ！マジでこれ頼む！これ、リンが出れば、組手でも使ってて、連機動作でも使ってるので、もう大幅強化。けーん！さあ、来い！リン！マジ？願い通じる？まあ、結構、願いましたが、今回は。よし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 。来ました来ました来ました。いや、ちょっと俺、大岸より緊張したわ。今回。まあ、他のが出たら、もう、さらばだ、ケンシロっつって、チーンつって、終わろうかなと思ったんですけど。来ました！あと3個。これも使います。はい、使おう。よーし、星7来たか。今戦闘力が75,500です。まあ攻撃のところね、47,000、まあ防御、まあ HP とか、まあその辺もね、見てもらえたなと思います。ステータスグッと上がります。七星解放！よし、8万乗ったか。ここ一気に強くなるんですよね。この6から7。はい。ということで、来ましたね。一気に強くなりました。攻撃力5万。5万の全体攻撃。まあ、5分でもっとね、盛ることできるので、5分のね、順番は、アキラ、ヒョウ、まあ、カイゼル、リンみたいな感じなんですよ。つけてるの。順番で言うと。なんで、まだまだリンはね、盛ることできます。あと、食料そこまで食ってないので、まあ、ただ、こっからね、食料をゴリゴリ食わせるとかはね、しないですかね。まあ、いつまでちょっと使えるかわかんないですね。で、前回ゲットしたケンシロウなんですが、今ね、一応こんな感じです。まあ、5分はほんと適当です。組手のまず9人をつけて、それで余ったやつをケンシロウにつけてるっていう感じですかね。星5で戦闘力が5万。
極意とスキルはまあ84、まあレベルもね、レベルも84で、極意は全て20になってます。まだそんな錬金術とかで使ってるわけじゃないです。まあこっからっすね。で、これ星6にします。ランキングガチャ終わったらすぐ星6にして、まあとりあえず、まあ試し打ち。まあ大きっしょ早く来てほしいっすよね。で、ドロップのまあ2倍とかが来たら、ちょっとここっすね。上げておきます。やっぱちゃんとここもね、鍛えないと、やっぱ弱いっすからね。一応装備の覚醒はまあ5までやって、まあ武器の奥義書マッチ。はい。で、素材が足りないので、まあドロップ2倍が、今4日に取ってるんですが、明日来ますかね。今日のガチャと一緒に。まあ来れば、スタミナ消費して、いや、まだ我慢か。7まで。まあまあ、その辺でちょっと育成したいと思います。まあ、とりあえず6になって、ここ。まあ、耐久、パッシブ3ですね。まあ、ここきっちり、耐久増加きっちり取って、マックスまで上げれば、まあ、そこそこ使えると思います。あとは、まあ、5歩でちょっと持ってね。5歩が大事ですからね。はい、まあそんな感じかな。まあ例えば、まあちょっとこれおまけなんですが、今アキラが7万8000じゃないですか、戦闘力で。まあ攻撃力5万2000、防御1万2000なんぼ、 HP が21万。でこれ全てまあ外していくじゃないですか。でもうガンガン落ちますよね、1ページ外しただけで。まあ戦闘力もね、まあどんどん落ちていきます。はい、落ちていく落ちていく。で、こうやって全て外すと、まあ攻撃力も5万切って戦闘力も7万1000まで落ちるんですよ。なので5分でかなり変わってくるので、まあここでしっかり盛る。まあ本当はきっちり、まあ効果とか見て、まあカイゼルとかパイチェンの時に話したんですが、ここの真ん中あたりかな。自身の現在 HP が 50% 以下になった時、自身の最大 HP 80% 分の、まあ、シールドを獲得するっていうのがあるので、HP が例えば 60% から0になると、この効果発動しないんですよ。こいつの良さが発揮できない。で、まあ、カイゼルを使う場合は、星4でも星5でも星6でも、とにかく HP、まあ、防御、ダメージ軽減を5歩で盛ると。まあ、特に4とかで使う場合は。6とかになるとね、まあ、そんな簡単に一発では持ってかれないので。で、あと、パイチェンね。まあ、パイチェン使う場合も、ここですね。自身の現在 HP が 30% 以下になったとき、自身の最大 HP、50% 分の HP を回復する。で、現在 HP が0になった場合は、この効果は発動しない。要は、カイゼルでしょ。でワンパンでも持ってかれちゃうともったいない。パイチェンの良さを発揮できない。ということで、きっちり、HP、まあ、防御、持っておく。だから5分はね、ほんと重要になってくるので、まあ、誰にどれつけるか。まあ、ちょっと付け替えとかね、めんどくさかったりするんですが。はい。まあ、今のはちょっとおまけのちょっと話なんですけどね。まあ、次回は、ケンシロウ、星6かな。まあ、星6で使ってみたって感じで動画上げたいなと思います。ということで、今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。